なんだ、神崎。いや、なんでもないです。なんでもないなら、静かにな。いや、今のはサンデーです。うるさくしたら、めだよ。ねえ、京介くん。たった今気がついたんだけど、土曜日半丼だってこと知らなかったからお弁当作ってきちゃった。一人で食べるの寂しいし、責任取って一緒に食べましょう。半丼だってあたしに教えてくれなかったもん。当然この学校で頼れるのは京介くんだけなんだよ。神崎。いや、実はサンデーって歌う猫だったんです。なんと動物番組にも出たことがあるんですよ。近々金融会社のテレビコマーシャルにも出演の予定ありです。ほう、チワワのようにか。しょうがねえな。ごめんね。ん？何？さては、二人してご休憩か？ご休憩？っていうか、お昼休みだよね。お弁当作ってきちゃったからね。だから京介くんと食べようと思って。へー、やっぱカップルのやることは違うな。ラブラブでしょ。ラブラブだ。お前らの前世はイタリア人だ。なんで？まあいいや。じゃ、邪魔もんはデリートされてやるよ。じゃあ1時間したら駅前な。携帯で呼んでくれたら行くから。じゃないよ。持ってみ。
私はほら、アジ地盤の赤ちょうちんだから。ご飯がコチコチだね。まあ、とにかく早く食べようよ。お腹ペコペコだし。はい、サンデーは酒缶ね。にゃん。中骨じゃないと怒るんだよ。にゃん。いただきますと。なんか気づくことない？うーわー、張り合いないな。せっかく好きなもの入れてきてあげたのに。前に聞いたもん、思い出したんだ。で、せっかくだから作ってきたの。肝心なのは外見よりも中身なんだよ。ごっそうさんでした。はあ、お腹いっぱい。なんかが生まれそう。みんなで食べると思ってたからね。そうそう、京介くんさ、もしかして昨日の夜中歩いてなかった？うん、ちらっとね。やっぱり京介くんだったか。でもどうしたの？あんな時間にコンビニ？へえ、獣か。私は夜が好きなのさ。うん、みんなが寝静まっているところをね、散歩するのが好きなの。睡眠は明日への休息、つまり明日があることへの感謝が詰まってるってことなんだな。それになんとなく時間を得した気分だし。獣のことだけど、私もそれに乗った。私たち、どんな不思議なことが起こったって不思議じゃないよ。そう思わない？私は信じるからさ。
どしどし探検してちょうだい。よう、ご休憩はどうだった？俺の昼飯は一番安いハンバーガーだったからな。そんな俺が人間の暗部を軽く見せるくらい許されるだろう？さて、本題に入るか。お前さ、最近妙な噂とか聞かなかった？知らないか、それともピンとこないか。結構広まってると思うんだけどな。そんな噂が学校というか町全体に流れているんだよ。ああ、これが噂のブツなんだよ。ああ、名前はマーチ。買ったんだよ。勘違いすんなよな。これはドラッグなんかじゃないんだよ。麻生さんは薬の効果までは聞かされなかったってことだろうけど、この前俺図書室にいただろ。あれ、薬学辞典を調べていたんだよ。当たり前だけど載ってなかったけどな。そう、当たり前だ。もしこの薬が本物なら辞典になんぞ載ってるはずがない。タイムトリップ。まあ、お前の気持ちはわかる。俺も半信半疑だしな。だから半分は本気だ。バイトに励んじゃうくらいにはな。そうか。でもな、この薬に関する噂の確信はそういうことなんだぜ。厳密に言うとタイムトリップとはちょっと違うんだけどな。マージが可能にするのは過去への旅行だけなんで、行けないってことになってる。なんでか俺に聞かれても困るけど。
まあそうかもな。貸した金だろ。もし本当に時間旅行が可能であるとするならな。もし噂が嘘だったら、まあ宝くじに外れたとでも思えばいいし。けどさ、もしも時間旅行が成功したら、この現在はどうなるんだろうな。あれって変えられた歴史を認識できるの主人公たちだけなんだよな。他の連中にとってはそれまでと変わらない現実がそのまま続いてるってだけで。多分マージもそうなるんじゃないかと思うけど、まあそうだから、もしもこの現実が変わったらお前に教えてやるよ。そりゃ大金出して買ったんだし。じゃあ俺は帰るわ。ん？本当だよ、買ったんだから。まあこの町にもその手の縄張りがあったんじゃねえの？もしくは新しくできたか。やっぱ気になる？お前もマジで欲しくなったら案内するぜ。夜中になるけどな。駅前にいるんだ。